京都市交通局は大きな規模で京都市内に交通インフラを提供しています。その規模ゆえ複雑な路線構成となっています。このシリーズではそんな路線解説をどのバス停からどの系統に乗るとどこへ行けるのか、そのような形式でご覧いただくバス停案内第3回は京都駅前烏丸口 A3 バス停です。 A3 バス停には6系統、206系統の2つの系統が入線します。この両系統は千本木田路まで並走します。6系統は京都駅前烏丸口から七条通りを西進し、大宮七条で右折、大宮通りを上がります。四条大宮から京都では珍しい斜めに走る大通り、光陰通りを進み、千本通りに入り、さらに北上します。千本北王子から206系統と分かれ、そのまま上がっていきます。仏教大学前から高峰街道に入り、元光庵から玄徳を経由し、紫の仙道町で北山通りに入り、仏教大学前に戻ります。その後、往路の逆順で京都駅前から烏丸口に戻ります。206系統も京都駅前烏丸口から七条通り、大宮通り、光陰通り、千本通りと進み、千本北王子まで6系統と並走。千本北王子で6系統と分かれ、千本北王子に入り東進、高野から東王子通りを七条まで南進、東山七条で七条通りに入った後、西進し京都駅前に戻ります。6系統仏教大学玄徳行き及び206系統循環系時計回り、主な観光地は西本願寺、京都水族館、梅小路公園、竹信稲荷神社、平安宮長道院大黒殿跡、里出八幡宮、右方院、千本釈迦堂、釘抜き地蔵、千本閻魔堂、船岡山、ここからは6系統、踊り、元光庵、ここからは206系統、大徳寺、京都府立植物園。西本願寺は天正8年1580年の石山本願寺と織田信長との和睦後、豊臣秀吉の京都改造計画によりこの地に移転できました。幕末の一時期、この太鼓楼は新選組の屯所となっていました。最寄りバス停は七条堀川です。梅小路公園は平成7年1995年に開園した 13.7 ヘクタールの防災公園です。公園内には京都水族館、京都鉄道博物館、朱雀の庭等々、いろいろな施設が配置されています。最寄りバス停の七条大宮京都水族館前から南に進むと公園の北東角です。竹信稲荷神社は創建した藤原義美公のお屋敷跡、藤原義美公は三条の大神殿と呼ばれていました。一寸法師がお椀の船で京都に来て奉公したのが三条の大神殿、つまりここは一寸法師が暮らした物語の舞台になった場所です。また境内の御神木は坂本龍馬が妻のお龍に宛てて元気で京都にいるとの意味を込めて龍の文字を刻んだと言い伝えられています。おもちゃ映画ミュージアムは無声映画のフィルム、映写機等の収集展示、ワークショップの場を提供しているミュージアムです。映画とアニメの都、京都にふさわしいミュージアムです。最寄りバス停は壬生捜査場前です。千本通りは平安京のメインストリートの朱雀王子です。この朱雀王子は平安京の正面玄関羅城門から平安宮の玄関朱雀門までです。その延長線上の長道院北端中央に国家儀式が行われた大極殿がありました。その大極殿のあった位置が千本丸太町、石碑を前にして当時の喧騒に思いを巡らせてみるのもいいですね。最寄りバス停は千本丸太町です。門出八幡宮は牛若丸が奥州に落ち延びる際に旅路の安全を祈願した場所、その翌日近江で元服し源義経となりました。
本龍寺の土塀には瓦が埋め込まれ、その幾何学模様は一見の価値ありです。不法院は公認12年821年弘法大師によって創建されました。西陣の聖典さんとして親しまれており、商売繁盛の神様としても信仰されています。千本釈迦堂は深め信仰の発祥の地。本堂の建設を請け負った棟梁の失敗を妻のおかめさんの機転で無事完成することができました。そしてそのことで、その後興味のある方は調べてみてください。この本堂は応仁の乱の戦火を免れました。現在京都で一番古い建物です。この先も長い歴史を刻んでいくことでしょう。最寄りバス停は千本今出川です。釘抜き地蔵釈蔵寺は公認10年819年弘法大師によって創建されました。本尊は弘法大師が唐から持ち帰った石を刻んだとされるお地蔵さんです。釘を抜き取るから釘抜き地蔵と呼ばれ、釘抜き地蔵となりました。お入りバス停は千本上立ち売りです。印城寺は千本閻魔堂と呼ばれ、小野高村卿が閻魔大王の姿を刻んだ祠を建立したのが始まりです。ここは京都三大草創地の一つ蓮台野の入り口にあたり、現在でも周辺から多くの石仏が出土します。後にお盆行事へと発展する少量向かいの方の根本道場として、神仏宗派を超えた信仰を集めてきた場所といえます。最寄りバス停は建立港前です。船岡山は京都盆地内にある3つの丘のうちの1つ。そしてこの船岡山が平安遷都の際に京都盆地が選ばれた1つの要因でした。山頂からは京都の街並みが一望できます。丘の南東には織田信長公を御祭神とした乾坤神社があります。春の乾坤神社は桜に覆われる桜の名所でもあります。最寄りバス停はライトハウス前、船岡山乾坤神社前です。ここからは6系統。お土井は豊臣秀吉の京都改造計画総仕上げの都を囲む堀と土塁。天正19年1591年に短期間の突貫工事で完成しました。そして江戸時代に入って次第にその姿を消していきました。現存するお土井は史跡に指定されています。お土井高上峰南の最寄りバス停は仏教大学前北木の花町。お土井高上北の最寄りバス停は高上上野町露天道町です。元寇庵は昭和2年1346年臨済宗のお寺として創建されましたが、現在は創道宗のお寺となっています。本堂の悟りの窓、迷いの窓や伏見城の合戦跡、結婚の足跡が天井に使われていることが有名です。最寄りバス停は高上元寇庵前です。ここからは206系統。大徳寺は臨済宗のお寺で、京都でも有数の規模の禅寺です。大徳寺の概要は A2 バス停の階にありますので、よろしければそちらをご覧ください。概要欄に URL を貼っておきます。最寄りバス停は乾坤神社前、大徳寺前です。京都府立植物園は日本最古の公立植物園です。大正13年1924年1月1日に開園しました。昭和21年1946年から昭和32年1957年まで連合軍に接収されていました。返還後は占領軍住宅を撤去し、昭和36年1961年4月24日に再開園となりました。その後は市民の憩いの場所として現在に至っています。最寄りバス停は植物園前です。以降は反時計回りの階 D2 バス停でご案内します。バス停案内第3回は京都駅前烏丸口 A3 バス停から出発する206系統をご紹介しました。次回は京都駅前烏丸口 B1 バス停です。この動画が面白かった、役に立ったと思われましたら、チャンネル登録・高評価のボタンをクリックよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ややでした。